は最近マッチ君が行ってるっていうゲームセンターか。だね。それじゃあ早速入ってみるとしますか。どんなゲームがあるんだろうね。お小遣いもたっぷり持ってきたからたくさん遊べるのだ。ここにはどうやらスロットがあるみたいだな。こっちにはルーレットがあるよ。こっちは見てよ、なんだかちょっと怖そうなゲームもあるのだ。古いタイプのアーケードゲームみたいだな。二人ともこれで勝負しようよ。ボコボコにしてやるぜ。いいね、こんな古のゲーム機だったら負ける気がしないよ。他には何があるんだろう。うわー、これ見てよ、かわいいガチャガチャもあるのだ。こっちにはクレーンゲームもあるね。なんだか生かした時計が景品になってるみたいだよ。って、あれ、この顔なんだかどこかで見たことあるような。おー、バッチくんじゃん。やほーい。あー、すごいやがるの音だね。演出付きなんてなんだか豪華だね。だけどこのバッチデジタル時計、このクレーンで撮れるのか。どっからどう見てもこのアームじゃ頼りなさすぎるような気がするね。だけどちょっと欲しいしな。試しにプレイしてみる。いやー、ちょっとお金もったいないし、他のゲームを見てからにした方がいいんじゃない。だってこれ箸でスイカを持つようなもんだよ。ぼったくりじゃん。確かにちょっとこれは無謀かもしれないのだ。それなら他のゲーム見てみようか。うんうん、それがいいよ。うわー、こっちのクレーンゲームにも良さそうな景品が入ってるね。バッチ君の T シャツにバッチ君のカードで、それに奥にはバッチ君のマグカップもあるのだ。バッチグッズのオンパレードじゃないの。こっちにもあるよ。これは一体なんだ。バッチ君の缶バッチにバッチ君の抱き枕じゃん。これはバッチファンにはたまらないぞ。ちょっと欲しいかもしれない。これならなんだか取れそうな気もするし、やってみる。賛成なのだ。早速お金を入れようよ。いたね、絶対にあの特大抱き枕ゲットしてやる。ってあれ、お金が入らないと思ったら1プレイ闇コイン1枚って書いてあるぞ。闇コインって何なのかな。何かこれをプレイするのに特別なコインが必要みたいだけど、一体その闇コインはどこで手に入れられるんだろう。それならちょうどこの先に店員さんがいるみたいだし、話を聞いてみようよ。そうだね、すみません、闇コインってどうやって手に入れるんですか。どうやら闇コインは闇のゲームをクリアしたらもらえるみたいだよ。闇のゲーム、なんだか物騒な響きだな。でも負けたらあいつみたいになるって言ってるね。あいつっていうのはもしかして。やほーい、クレーンゲームの中から助けてくれ。バッチ、グッズになっちゃった。闇のゲームをクリアしてバッチ君を助けれるより応援してくれる君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。って言ってもアイテムになるの嫌だな。だね、それにこれはきっと悪い冗談だよ。本当に人間がグッズになるはずないじゃないの。それもそうだよね。それじゃあ他のゲームで遊ぼうよ。いや、ちょっとわかんかーい。マジで景品になってるんだって。顔は笑ってるけど心は泣いてるんだよ。今から証明するからよく見てて。やっほーい、大きな声だね。耳痛い。だけどこんな大きい声出せるのはバッチ君くらいしかいないのだ。ってことはバッチがグッズになっちゃったのは本当っていうこと？でも一体どうやって助けたらいいんだ？どうやら闇コインを集めてこのグッズをゲットすれば元に戻るみたいだよ。それも全てのグッズを集めないといけないみたいなのだ。ということは少なくともその闇のゲームに 1,2,3,4,5,6 と6回は勝利しないといけないっていうことか。なかなか厳しい戦いになりそうだね。だけどバッチを助けるためにやるしかないか。だね、みんなでクリアしてバッチ君を元の姿に戻すのだ。すみません、闇のゲームやりたいんですけど。それじゃあゲームスタートだって言ってるのだ。でもついでにバッチ君は司会進行とゲームのルール説明をしろって言われてるのだ。やった、司会一回やってみたかったんだよな。それではゲームスタート。さあ始まりました、第1のゲーム、死のルーレットでございます。おー、なんだか不気味なルーレットだね。それに何この空間、闇まみれじゃないの。それにあのドクロマーク、嫌な予感しかしないのだ。ルールは簡単、闇コインのところでルーレットを止めるだけです。闇コインっていうのはあれのことかな。そう、これ正解。わあ、とっても簡単そうだね。これなら簡単に1枚ゲットできそうなのだ。しかしそれ以外にはとんでもないことが起こります。とんでもないことって？闇コインの上下にある空いた枠の部分にプレイしてる人以外の命がかけられます。さらに骸骨に当たると
プレイヤーが死んでしまいます。しかし救済措置としてウシのトーテムに止めることができれば死んだ人を復活させることができます。簡単だけど恐ろしいルールだね。とりあえず親からやっていい？動体視力に自信あるから。自信があるならバナオ君に任せようよ。僕たちの命もかかってるから頼んだぞバナオ君。任せて。プレイヤーがバナオ君になったのでガッシーとばあちゃんの命がかけられました。うわー怖いな。闇コインの上下に自分たちの顔があるっていうのも当たりそうでドキドキしちゃうのだ。楽勝だよ。一番右上を狙えばいいんでしょ。あれは赤と青で目立つからな。バカ野郎、僕を殺す気じゃねえか。しまったか。大丈夫大丈夫、しっかり闇コインを狙うかよ。光った瞬間に引けばいいだけだよね。ここギャーババラオケ。なんてこったい、真逆選んじゃってるじゃないの。ルールを分かってなかったのかもしれないぞ。だけどバナオくんがスイッチを押したのは確かこの辺りだったはずだけど、どうやらこのルーレット少しだけラグがあるみたいだな。なるほど、またまた難易度が高くなってるのだ。よし、怖いけど次は私が行ってみるのだ。プレイヤーがばあちゃんになったのでカッシーの命がかけられてます。ってバカ野郎、二つも僕の顔あるじゃないの。バナオくんがいなくなったからカッシーくんしかかけられる命がなくなったんだよ。なんてリスキーなんだ。とにかくここは一度コイン狙いを諦めてバナオくんを復活させてあげようよ。それもそうだよね。それじゃあラグがあることを考えてウシのトーテムを狙うのだ。どうかバナオくんが生き返りますように。なんということでしょう、ルーレットがカッシュに止まっちまいました。マーちゃん、やってしまったのだ。私が思っているよりラグがあったみたいなのだ。とにかく二人を生き返らせないと。ここでやめることもできますが、続けますか。このままになんてしておけないのだ。もちろん続けます。4分の3の確率で死ぬ可能性があります。さっきよりも確率が上がってるけど、今度こそ失敗しないようにラグを考えて、ルーレットスタート。さあ仲間を救い出すことはできるのか。さっきはあのタイミングでずれちゃったから、行くぞ。ここだ。やった、ウシのトーテムに当たったのだ。おお、生き返った。カッシー君は？それが実は私ルーレットでカッシー君を当てちゃったのだ。そういうこともあるんだね。まあ生き返らせれば大丈夫でしょう。おいらもう死にたくないからマーちゃんに任せてよ。私はタイミングを覚えたからバッチリなのだ。それではマーちゃん、死のルーレットスタート。もう一度ハッシュのトーテムを狙ってカッシー君を生き返らせるのだ。おお、お見事、ブラボーだよ。うわっ、わー、カッシー君おかえり。おかえり、さっきはすいませんでした。なかなか危険なゲームだね。これ本当に死んじゃうからシャレにならないぞ。ここでプレイをやめることもできますが、どうしますか。いや、私はタイミングを覚えたからバッチリなのだ。ここは私に任せて。いやいや、信じられないよ、マーちゃん。僕は前世の記憶が残ってる。確実に右上で止めていた。また、バナオ君が死んでしまうかもしれない。ここは僕がやる。そんなに嫌なら分かったのだ。プログラムを右下だけはやめてよね。プレイヤーがカッシーになりました。それでは、ルーレットをスタート。うわー、ドキドキするねー。なんとしても右下を狙うんだ。なんでよねー。3時の場所を狙うのだ。って言っても、私もやってしまった身だから、ちょっと強くは言えないんだけどね。右下。ブラボー、闇のコインゲットです。わー、やったねー。ちょっと早く押しすぎちゃったな。いやー、本当に右下狙われちゃうかと思ったけど、カッシー君ナイスだよ。ありがたや、カッシー様。だけどこれでようやく1枚か。こんな危険なゲームを最低でもあと5回はやらないといけないなんて、結構ハラハラするな。ここでやめることもできますが、次のゲームに進みますか。バッチはどう思う。シンプルにやってほしいよね。だってさ、では次のゲーム行ってみますか。第2のゲーム、死のダンスレボリューション。このゲームはゲームマスターとのバトル方式になります。目の前にある装置のレッドストーンランプを足元にある感圧板を踏んで消していくゲームです。うわー、なんだか簡単そうだね。これを踏むだけでいいのか。なんだかバナオくん得意そうなゲームだね。勝手に遊んでないからね。それなら1番手バナオくんお願いします。任せといてよ。
だけどゲームマスターもゲームセンターの店員さんだからやり慣れてるかもしれないぞ。手強い相手だから気をつけて。大丈夫大丈夫、足腰にはすごく自信があるからね。それではよーい、スタート。頑張るバランク、任しといて。いいぞいいぞ、動きのキレが全く違う。ゲームマスターは得意かと思いきや意外とゆっくりなのだ。もう何か光ったところ踏むのめんどくさいから、とにかく踏みまくるよ。バナオくんのスピード感、難易度鬼レベルじゃないの。それに比べてゲームマスター慣れてるみたいだね。それによく踏み間違えてるのだ。これは圧倒的にバナオくんの方がポイントは高そうだな。まるで足が8本あるみたいだ。それに比べてゲームマスター棒立ちじゃないの。ゲームマスター、待て待てだ。終了。勝者、バナオ選手です。ああ、勝っちゃった。すごいよ、バナオくん。圧倒的バナオくんの勝利だったのだ。なんだか落ち込ませちゃったみたいだね。おととい出直してきな。闇のゲーム弱っ。すごく勢いあってるみたいだし、ゲームのしすぎで体力がなかったのかもね。まあでも、闇のコインゲットできたし、よかったことにしようよ。だね。これで2枚揃ったぞ。ここでやめることもできますが、次のゲームに進んでください。お願いします。第3のゲーム、死のドカンと危機一髪です。なんで私一人だけこんなところにいるのだ。なんだか嫌な予感しかしないんですけど。理由は簡単、まーちゃんが黒ひげだからです。ゲームマスターと交互に手前のレバーを引いてまーちゃんを飛ばした方が負けです。なるほど、これは完全に運ゲーだね。それならさっきはバナオくんが頑張ってくれたから、ここは僕が行くよ。うんうん、それがいいと思うよ。カッシーくん来るとき募金してたしね。いいことしたから運がついてるはずだ。それならカッシーくん頼むのだ。先行後攻、どちらを選びますか。5分の1の確率でハズレがあるのか。それだと先行だと3回引かないといけなくなるから。よし、決めた。後攻にするぞ。わー、ナイス作戦だね。それでは先行のゲームマスター、レバーをお引きください。さあ、真剣に選んでる様子です。ちなみに、カッシーが負けた場合、ばあちゃんは死んでしまいます。なんてこったい。とっても恐ろしいゲームだね。頼むゲームマスター、ばあちゃんを飛ばしてくれ。飛ばされたいけど飛ばされたくない。僕が狙ってたやつ。セーフ。なんだかドキドキするまで。見てるこっちもドキドキしたよ。ヒヤヒヤしちゃうね。さあ、高校のカッシー選手、どれを選ぶのか。無事に当たりを引き、プレイヤーを交代するのか、外れを引いて次の生贄となるのか。うわー、これはめちゃくちゃ緊張するな。どれにしようって言っても悩んでも仕方がないから、僕はこれにするぞ。さあ、レバーをお引きください。はねー。せーの。なんてクリアルゲームなのだ。いいゲームだね。ゲームマスターもなんだかドキドキしてるのだ。さあ、先行のゲームマスターどれを選ぶのか。どうぞ私を飛ばしてください。いやー、飛び出ちゃった。ってこと、つまりゲームマスターの負けでございます。ゲームマスター弱っ。普段から悪いことしてるから運がないんじゃないの。勝ったカッシー選手には闇のコイン贈呈です。いやいやだね。やったぞ、これで3枚目だ。これはあと3枚か。だけどこの調子ならどんどん運が集まりそうだね。ここでやめることもできますが、次のゲームに進みます。さあ、始まりました第4のゲーム、死のエアホッケーでございます。一体これはどんなゲームなのだ。より多くの鳥を相手の陣地に入れた方が勝ちです。おお、なんだか簡単そうだし楽しそうだね。勝つと目の前のランプが光るので、それで確認してください。どうやら今回もゲームマスターとの勝負みたいだな。楽しそうだし、俺らが行こうかな。いやいやいや、私はまだ闇のコインを1枚もゲットできてないから、私に任せてほしいのだ。まーちゃん闇のコイン持ってないのか。そんな見せびらかさないでよ、今からゲットするんだから。それではまー選手、ステージにどうぞ。あやいさー、頑張ってね、まーちゃん。ゲームをスタートさせたいタイミングでレバーを引いてください。感圧板を踏んで戦ってください。わかりました。ルールもすごくシンプルみたいだし、ここはギャフンと言わせてあげるのだ。まあ、どっちが勝つか楽しみだね。それではゲームマスターいきますよ。よーい、スタート。ほう、あ、なるほど、感圧板を踏むことで中の鳥が動くようになってるんだね。まーちゃん押されてるぞ。ゲームマスターのランプが光ってる。本当だ。わあ、ゲームマスターこれめちゃくちゃやりとめてるんじゃないの。さあ、ゲームマスターが勝ってるが、まーちゃん勝てることはできるのか。わあ、まーちゃん頑張って。
一瞬勝ったぞ今。ということは互角なのだ。ほぼこれで私がいいタイミングでゲームマスターのところに入れることができれば勝てるはずなのだ。でもなんだかまずそうだ。でもマーちゃんが今勝ってるんじゃない。本当だ、私のマスターが勝ってるのだ。ゲームマスターゴールを開けて。攻めのマーと守りのゲームマスター、勝つのはどっちだ。果たして闇のコインをゲットすることはできるのか。今のところはできそうだけど、思ってるよりシュールだね。それな。おっと、ゲームマスターのゾーンにはニワトリさんが大量に入ってるみたいだ。対してマーちゃんの方はどうだ。ぼちぼち入ってる。いつ負けるかわからないぞこれ。っていうかこれエアホッケーっていうかアイスホッケーなんじゃないの。ほんとだ。わあ、ゲームマスターの方が勝ってるんじゃない。まずいよ。この1話が勝負の分かれ道だよ。そんなにいい勝負だったの。なんてヒリヒリしちゃうんだ。戦い始めて相当時間が経過してるぞ。おっと、おっと、これはボンミスだ。わあ、マヤちゃんの方が光った。勝者マヤちゃん。やったー、キリキリの戦いだったけど最後のゲームマスターのボンミスのおかげで勝つことができたのだ。1時間に及ぶ長い戦いでしたがいかがだったでしょうか。こんな熱い戦いは生まれて初めてだったのだ。こんなシュールな戦いも生まれて初めてだったよ。さあ、これってやったー、私もついに闇のコインゲットなのだ。よし、これで全部合わせて4枚の闇のコインを手に入れたぞ。さあどうしますか、次のゲーム進みますか。トゥー、なんだかすごく怒って進めって言ってるみたいだよ。負け続けちゃって悔しいからゲームマスターも意地になってるのかもしれないのだ。それじゃあ次のゲームに進みます。さあ始まりました、第5のゲーム白ドットイートゲームです。まだ何も言ってないのに始まっちゃったよ。でバラケ、そんなところで何やってんの。わからないけど勝手に始まっちゃったみたいだね。これはどんなゲームなの。ルールは簡単、みんなご存知パックマンです。ゲームマスターから逃げながら床に落ちたエメラルドを拾っていってください。ああなるほど、これを集めていけばいいのか。簡単じゃん。よし、今のところゲームマスターは反対側にいるからその辺は大丈夫だぞ。あ、まずい、こっちに来てるぞ。うわぁ、引かして、引かせてみろ。で、そのまままっすぐ。あー怖いね、バナオ君からはゲームマスターの姿は見えてないの。見えてないよ。だんだん近寄ってきてるぞ。気をつけろ、進め進め。3人で協力してしっかりクリアしてください。あれ、よしよし、いい調子いい調子。バラギちょいちょい取りこぼしがあるから気をつけろ。全部集めないといけないんだよね。わかった、気をつけるね。一体どこに取りこぼしがあるんだろうな。どうやらゲームマスターは反対側にいるみたいだ。よし、じゃあ安心してこの辺を取っていくよ。うわぁ、いたー、自慢の足腰で逃げ切るよ。よし、反対側にいるぞ、その辺は安全だ。よし、いいね、いい調子で全部集められてるんじゃない。だけどだんだん近づいてきてるな。そっち危ないぞ。おー、引き返せ引き返せ。うまく逃げられてるのだ。よし、いいぞ、裏を取った裏を取った、そのあたり、あ、危ない危ないぞ。あー、叩け、あとはエメラルド9個だったのに。でも、ここは一体どこなのだ。どうやら選手交代して次はプレイヤーがマーちゃんになったみたいだ。そんな、バナオ君あと少しだったのに。さあ、マーちゃんはうまく逃げながらエメラルドをゲットすることはできるのか。これはバナオ君の取りこぼしていたエメラルドなのだ。一体どこにいるんだろう。うわぁ、こんなところにいたのだ。マーちゃん危ない。あー、どこに。うわぁ、びっくりしすぎちゃったのだ。あと少しのはず。マーちゃんがエメラルドを全て取ったので、このマップのどこかに闇のコインが置かれています。さらにゲームマスターのスピードが高速になっています。やばいぞ、やばいぞ、マーちゃん逃げ、逃げて逃げて。闇のコイン通り過ぎちゃった、危ない、逃げろ、逃げて逃げて。びっくりした、そこだ。あー、ここか、やった、これで闇のコインゲットなのだ。まー、あ、ちゃん見事闇のコインゲットです。いやー、ハラハラしたのだ。闇のコインをゲットするために次のゲームに進みますか、それともバナオくんを生き返すためにミニゲームに挑戦しますか。バナオくん頑張ってくれてたからな、ミニゲーム挑戦しよっか。このままにするのかわいそうじゃない。それもそうだよね、ここまで勝てたのもバナオくんのおかげなのだ。それじゃあバッチくんミニゲームに参加するのだ。それではステージチェンジです。始まりましたミニゲーム、モグラ叩きです。ルールは簡単、出てきたモグラを叩いていってください。わー、バナオくんの家が飾ってある。なんだかちょっと重たいのだ。バナオくんを生き返らせるためには20秒以内に30回叩かないといけません。
20秒で30回？これ1秒に1回も出てるかな？って言ってもやるしかないよ。なんとか考えないと。それでは、ゲームスタート！っていきなり始まるんかい？っていうことは連打すればいいんじゃないのかな？一もぐらいに1回とは言ってないもんね。なるほど、なかなかいい作戦かもしれないのだ。壊れるまで叩いちゃうよ。だけど全然もぐら出てこないですよ。何から何までなんで意地悪なの？ 5、4、3、2、1、終了！わー、生き返った。1日で2回も3つの顔見ちゃったよ。ってことはなんとか30回以上叩くことができたんだな。カッシー君の作戦は通用したみたいだったのだ。それではここでやめますか、それとも次のゲームに進みますか。って言ってもさ、残る闇のコインは残り1枚だよね。ここまで来たらやめるわけにはいかないのだ。そうだね。それじゃあ次のゲームにレッチュラゴー。第6のゲーム、死のイライラ棒です。ルールは簡単。身につけてるエリトラでリングをくぐり抜けてスタート地点まで向かってください。一つでもくぐれない場合は失敗です。チャンスは1人3回。それではスタート。うわー、なんだか楽しそうだね。だけど結構難易度高そうなのだ。だね、これはエリトラの操作能力がめちゃくちゃ試されるぞ。だけどチャンスは3回もあるんだし、行ってみるよ。気をつけてね、バカ君。ハヌー、よし、いいぞ。おー、うまいなー、ガノー君。あー、ダメだー。惜しかったのだ。あー、失敗しちゃったねー。まあ、どんまいどんまい、まだチャンスはあと2回あるんだから。よし、それじゃあ次は私が行ってみようかな。結構むずそうだから緊張しちゃうのだ。まーちゃん、頑張ってー。レッチラゴー、やれ。あー、ゲームマスターの口にまっすぐ入っていっちゃったじゃないの。そういうこともあるんだね。一瞬すぎて何が起こったか分からなかったのだ。まっすぐ地面に落下したんだよ。完全に地面まで一直線だったよね。まああと2回あるんだから大丈夫大丈夫。ダメ、ポジティブに行くのだ。よし、こうなったら次は僕が行くぞ。気をつけてね、カシュ君。真下に落ちると一瞬でお堕物なのだ。さっきノリに悪いイメージを植え付けられちゃったからね。さっきのは飛んだというより落下しただけだったよな。よし、行くぞ。バッチの姿を元に戻すんだ。わぁ、カチくん上手。うまくカバルしていってるのだ。これ難しい。君はファルコンカッシー。僕はファルコンカッシー。よし、ゴールまであと少し。どうだ。なんとカッシー選手ゴール。無事にクリアすることができました。カッシー選手に闇のコイン1枚贈呈です。やった、これで6枚目の闇のコインを入手したぞ。次のゲームに進むこともできますが、どうしますか。断る。よし、早速やってみようよ。だね、まずは闇のコインを入れてっと。カッシー君、よーく狙うんだよ。まる、まずは前進。おー、いいよ。ストップ、ちょっと右なのかな。バラ君、ちょっと横から見てみてよ。うんうん、奥の位置は大丈夫そうだけど。ちょんちょんと右に寄せた方が良さそうだね。ちょんちょんね、了解、行くぞ。ちょんちょんと。うわぁ、ちょうどいい感じなんじゃない。どうか取れますように。うわぁ、しっかりホールドしちゃってる。おぉ、バッチ君 T シャツゲット。カッシー君、ナイスコントロールだったのだ。よし、それじゃあこの調子で続けていくぞ。次はカードを狙おう。よし、まずは前進。お、いいんじゃない。今度はさっきよりも横が長いからね。これはなかなか難しそうだな。バラ君、ストップって言ってよ。横の位置はここからじゃちょっと分かりにくいかもしれないな。しっかり前に行って見てるよ。お願いします、レッツゴー。ストップ。もう結構いい位置なんじゃないの。取れてくれるといいんだけども。うわー、ナイスゲット。このまま遠く持ってって。おー、バッチ君カードゲットしちゃったよ。あとはマグカップだね。この調子でいけばうまく取れそうなのだ。マグカップはな、スルッとしてるから難しそうだよな。カッシー君の腕前なら大丈夫だよ。よし、期待に応えるぞ。まずは前進。いい感じ、いい感じ。ストップ。どう？奥の位置はバッチリだね。あとは横だけだけど、そこが難しいんだよね。まあ、カッシー君ならいけるでしょう。僕に任せろ。スイッチオン。うわ、いい感じ、いい感じ。まずい。あー、これ大丈夫かな。おお、しっかりホールドしたよ。だけど落ちないかな。これ結構ギリギリだよ。お願いします。おー、マグカップゲッチュー。うん、クレギ
るあの電子時計だよね。これが取れるかが結構肝になってくるんじゃないのかな。いやーこれは取れないんじゃない。ちょっと横から確認してみてよ。位置はもうすでにバッチリなんだけどね。どうやってもアームが開かないよな。姿の限界を超えてるじゃん。そしてこの出口のところにこの時計入るの？うまくいけばここからは落ちそうだけど、下から取り出せるのか？いろいろ問題点はあると思うけど、このアームじゃ、無理だね。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。ツイッターとインスタグラムも